はい、こんにちは、ムロです、本日ですね、紹介する一足は本日紹介する一足はこちらになります。こちらの一足なんですけれども、昨年の2021年の11月にエメレオンドレ、アメリカのファッションブランドブティックですね、そこでリリースされた一足になります。同じくブラウンのカラーの993がリリースされているんですけれども、ムロはですねこちらのトープを抽選販売で購入することができました。初めて海外での、抽選販売の購入だったので、非常に嬉しい気持ちでした。届くかどうかっていうところで少し不安だったんですけど、本当に届いてよかったなというふうな一足です。で、国内ですと、どちらかというとブラウンの方が人気がある印象です。で、結構ブラウンの方は YouTuber の方々、紹介してる方非常に多いんですけど、ムロ個人的にはこっちのトープのカラーの方が非常に気に入ったので、今日はこの993エメレオンドレのトープのこのモデルを見ていこうかなというふうに思います。細かく見ていこうかなというふうに思います。全体はですねクリームホワイトを採用したスウェード素材になっております。若干毛足が長いような印象はあるんですけれども、とても質感の良いスウェード、おそらくウルバリン社製のスウェードを採用しているのかなというふうに思います。若干ですねくすんでいるんですね。なので、どちらかというと寒い時期を連想させるような、クリームホワイトの色合いになっているかなと思います。で、アッパー全体にクリームホワイトのスウェードを採用しております。トゥーマで、クリームホワイトですね。とても綺麗な質感となっております。足先のこのメッシュに関してはブルーですね、ブルーというふうに言えるのかな、ネイビー、もう少しブルーの色味が少し濃くてネイビーのような、色合いに近いかなというふうには思いますけども、粗めのメッシュを採用しております。 M992 の後に発売されたこの MR993 なんですけれども、だいたい作りは似ているようなところはありますけれども、このメッシュの面積が少し増えたので屈曲性っていうところと、あとは足蒸れ防止のためにこのメッシュの面積を広げたというふうに言われております。 M992 よりも M993 の方が少し進化したっていうふうに、言われている一足でもあります。 N ロゴですね、ここはリフレクター素材、リフレクティブ素材を採用しております。 N ロゴに関してもクリームホワイトを採用してます。で、黒く縁取りされてますね。はい、とても可愛く N が鎮座しております。はい、中レーストップにはさりげなく小さく N というふうにデザインされております。はい、で、今回黒を見ていて思ったんですけど、この紫のこのレザーのパンチングがなんかこうアクセントになっているのかなというふうに印象を与えるカラーリングなわけなんですけども、まあ、これがあることでより上質な空気感を出してくれているのかなというふうに思います。で、インサイドはこんな感じですね。インサイドもアウトサイドと同様に同じ素材感を使用しております。はい、シューターに関しては、見ていただくと刺繍の色がですね、ちょっとゴールドに近いかなと思うんですけども、アッパーの素材と同様にクリームホワイトの刺繍糸を使ってニューバランスメイドイン USA という風にデザインされております。それでですね、あとはこの993、ちょっとごめんなさい、具体的にこれは何の柄なのかわからないんですけども、ちょっとわかる方もしいたら、コメントよろしくお願いします。小さく N ロゴですね、可愛らしく N ロゴマークされております。ヒールちょっと見ていきます。ヒールには、おなじみ993プリントされております。コラボレーションの証であるエメレオンドレという風に、デザインされております。
てデカデカとエメレオンドレっていうふうに書いてるわけでもないので、さりげなくデザインされていますし、どこかこう落ち着いた、印象を与える、存在感をそこまで主張しすぎていないようなデザインがなされておりますね。インソールに関してもエメレオンドレとパッチが縫い合わさっている構造になっております。インソールの素材感なんですけども、とても柔らかなフェルトのような、インソールの素材ですね。なのでちょっといろいろ履いていくと、ちょっと汚れとかが目立つような気もしますけど、まあ、プラスに考えれば間違いなく履き心地がいい一足になるのかなというふうに思います。アウトソール見ていこうかなと思います。はい、アウトソールこんな感じなんですけど、ここパープル、紫色のラインが入ってますね。しっかりヒールにはアブゾーブが搭載されているんですけれども、今回この MR993 に搭載されているクッショニング素材がこのアブゾーブ DTS と。じゃあこのアブゾーブって一体何なんだって話なんです。900番台でこのアブゾーブをまず最初に搭載したモデルが M998 になります。でアブゾーブっていうのは衝撃吸収性と反発性を兼ね備えたクッショニング素材なんですね。列車の衝撃を吸収するハイテク材が開発のヒントになったと言われているのが、アブゾーブと言われております。で、そのアブゾーブをグレードをもう一つ上げて、搭載されたモデルが M992 です。今、国内でとても992の評価が高い一足なんですけども、この、M992 にアブゾーブ SBS というアブゾーブの機能が上がったテクノロジーが使われております。で、このアブゾーブ SBS っていうのは、そのアブゾーブの性能を向上させてより耐久性に優れた素材になったものが、その SBS の機能となっておりまして、 MR993 に搭載されているアブゾーブ DTS はじゃあ何なんだという話なんですけど、先ほど話した M998 に搭載されたアブゾーブと M992 に搭載されたアブゾーブ SBS を足したものというのが、人間工学的に組み合わせた構造が DTS と。じゃあ具体的にどういう風な機能になっているのかというところなんですけども、もちろんのことながら、まあ、クッショニング性がより良くなったっていうのが一つあります。あとは、蹴り出しですね、着地から次の一歩進むための蹴り出しなどをこうよりスムーズにさせてくれるという、構造がパフォーマンスとしてより良くなったテクノロジーを使っていると、この MR993 です。よりスニーカーとしてのデザイン性もまあそうなんですけれども、やはり、忘れてはいけないのはニューバランス、とてもどのスニーカーもですね、アメリカ製だろうが、イギリス製だろうが、あとはアジア製だろうが、どのニューバランスのスニーカー履いていてもですね、履き心地いいんですよね。で、ちょっと履いていこうかなというふうに思います。ていきました。履いた印象としてはやはりしっかり足を包み込んでくれるような
印象がありました。長時間履いていても足のズレっていうのがなくですね、足がブレないので変なストレスもないですね。さすが99さんかなというふうな印象です。あとは室個人的にボリュームがあるスニーカーが大変好みなので、今回この MR99 さん購入できて非常に嬉しかったです。で、グレーの MR99 さんとかネイビーの MR99 さんっていうのは、国内では販売がないところではありますけれども、アメリカのアウトレットなどには今 MR99 さんが、落ちて販売している状況になっているそうです。今年2022年もですね、ちょっとこの99さん入っていけるといいかなというふうに思います。チャンネル登録、グッドボタン、お気軽によろしくお願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。